はい、じゃあ改めまして皆さんこんばんは。エリミヤ書、実はですね、これ前回この旧約聖書を見たのが2月だったので半年以上してないんですよ。で、8月から再開したんですけど、2人ねメッセージするっていうのは今日は2月以来なんですよ。2人メッセージするっていうのはね、だから間で賛美歌歌わないのに間何するんやったかなと思って、私もですね司会者何するんやったかなと思ってましたけども、はい、はい、今体操してもらいました。今日はですねエレミヤ書ということで、先ほどから言われましたように長い聖書の箇所なんですね。まあ、預言書の中でも一番長いですし、一人の人が書いたという書物としては一番長い書物なんですね。まあ、エレミヤという人と、あと、エレミヤ書の次は、アイカというのが出てくるんですけど、これもエレミヤが書いたというふうに言われてますから、まあ、編纂したのはとか、書いたのは、先ほど出ましたバルクとかね、いう人もありますけれども、一人の人が書いた分量としては、このエレミヤが一番多いんですよ。ということで、この多いのですね、1時間でやれというのは、もう到底無理な話で、できたら今日ね、聞いた後で、読めるかな。多分ね、私無理じゃないかと思いました。だって一つの、手紙でも読めないので、まあということで、まあ一回ポッキリでいいので、できるだけまとめて語りたいなというふうに思います。今日はエレミヤ書の前半です。先ほど短くですねまとめていただいたので、ちょっとおさらいのような形もなりますけれども、ちょっとねはい、見にくいかもしれませんが。大丈夫です。左と右にね、王冠がありますよね、上の方にね。左側がユダです。これ南王国。で、右側が北王国、イスラエル。で、これ、時代はですね、下に行くほど新しくなっていきます。真ん中あたりに棒がついてるんですけども、これは一番最初のサウルという王様がいて、サウルはダビデ、ソロモン、それから二つに分かれてしまったっていうのは先ほどありましたね。で、二つの王国に北、イスラエルと南ユダに分かれてずっと行くんですけど、下の方でですね、なんか意外がでね、があるでしょう。で、ここで、それぞれ一度滅ぼされます。イスラエルという国は手前ですけども、アッシリアという国に、左のユダというのは先ほど言われたバビロンという国に一旦滅ぼされてしまいますということなんですね。で、真ん中にですね、この真ん中の帯、真ん中の帯に色がちょっと違うのあります。これね、預言者の名前が書いてるんですよ。で、それぞれの王国の色が変わってる中から王様の名前が書いてるんですね。で、見てわかりますように、この預言者というのは、もう特にこの時代に多いんですね。まあ、この時代というか、これ今見てる年表のあたりに多いわけですね。で、どうしてかというと、預言者というのは神様の心を伝えます。そして神様の心を伝えるのに、一番ですね、もうぜひ今知らないと、今、もう危機的な状態だっていうのが、実はこの今見ている、この時代なんですね。二つに分かれてしまうって、しまいにはもう二つとも滅びてしまうという、そんな危機的な状況の時に、神様はドバッとね、この預言者を送ったんです。小さな預言書というのが聖書にあります。この12ほどあるんですけど、大きな預言書というのがこの、今日見ているエレミア。その一つ前見たのがイザヤ、エレミア、エゼキエル。これが三大、大預言者。そして、その後12続くんですけども、今日はその真ん中のエレミアですね。で、エレミアというのをですね、今からこの赤線で書いているところをですね、ちょっと拡大しますね。拡大しますよ。はい。拡大しますとこうなります。ちょっと見えるようになりましたね。一番左側と右側にあるのはこれ年代ですけれども、これは紀元前なので、下に行くほど、時代が新しくなっていきます。そして、今から見ようとしているエレミアというのはここです。エレミアというのはですね、620BC ですよ。626年から BC の586年まで活躍した、まあ、働いた、40年間働いたんですね。586年とか585年というのは、エルサレムがバビロンによって崩壊、
潰された年です。ということはもうそれまでエレミアはこの預言者として活躍したんですけども、このですねエレミアの時代には一番最初にね実は聖書で書いているんですね。アーモン左側にあの王様の名前が出てるんですけどね、あまりにもその統治時間が短いので色分けできないぐらい短いんですね。アモン、ヨシア、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキア、これでユダが終わってしまうということなんですね。さあこの、まあ、今日のテーマですけども、ユダヤ王国末期に使わされた涙の預言者なんですけども、今日は 3つの点でポイントで考えていきたいと思います。一つ目は、神様は時代を超えて私たちに語っておられます。司会者も言われました。エレミア書というのは今から2600年前です。日本ではまだ歴史を持ってないというか、まあ、縄文時代とかね、まあ、そんな時代にですよ、私たちはこの何を学ぶんでしょうか。けれども神様は2000年だろうが2500年2600年だろうが時代を超えて語ることのできる方です。最近本当によく思うんですよね、まあ、今コロナの頃で激変したじゃないですかね、この半年の間に。でこれまだ半年ですよね。で半年でこれだけ変わったり激動だったら、もう2000年経ったらどれぐらい激動するかなと。で面白い記事ありました。今の、まあ、ちょっと増えていきますけどね、これからまたしばらく野球が、プロ野球が無観客試合をしてましたね。テレビで見たらなんか異様に静かでカーンっていうの、ね、打つ音がね、球場に響き渡るんですよね、観客いないから。で、まあ、選手はね大変や大変やって言うかもしれないけども、そんなことはないと。でかつてのパリーグのね江本とかね門田選手がインタビューに答えましてね、今でこそ、ね、無観客で寂しいって、で入らなかったら寂しいって言うけど、昔はいつもそうやったって言うんですよいつもそうやった。パリーグの試合はねもういつもほとんど無観客試合みたいなもんだったって言うんですよ。で実は近鉄選手にも藤井寺球場というのがありましてね、もうそこも、まあ、私結局、まあ、潰れたとか移転したのでね入らなかったですけど もういつもほとんどガラガラみたいな、まあ、一番悲惨だったのはロッテオリオンズの本拠地だった川崎球場らしくて、ぼやかなと思ったらおっちゃんたちが七輪持ってきてね焼き魚作ってたとかね。で持ち物検査がないので何も入ってももういかよかったみたいな。とにかくオールスターゲームにパリーグの選手が行くといつもほとんど感覚いないのにあまりにも感覚多いので緊張してできなかったとかですね、まあ、信じられないような時代はねたった50年前です。でこの50年間にですよ、あっという間にこのパリーグの人気出てパリーグも年間何百万という人を集めてね、でそんなふうになったんですけども、まあ一つのスポーツ一時代までいかなくにしてもこんだけ変わるんであれば、ましてや中東のねこのイスラエルでどれだけ違うでしょうか。けど皆さん、この聖書はですね今この時代を超えて私たちにバンバン語ってます。もうつい先日です、9月8日です、古代ユダ王国の中東化、2700年前の彫刻公開、エルサレムで発見って書いてますけども、この9月8日にですね、まあ、このニュースです。エルサレムで一つの、まあ、発掘物が公開されたんですね。でそれ何かというと、ちょうどねこの時代2700年前に作られたと思われる、建物の柱の上の飾りで、これ今ジャジャーンって出してるところです。いわゆる中東、ね、柱の頭と書きますけども、このものが
ほとんど無傷で出てきました。でこれ見たときね、これ本物ですよ。これ見たとき、あって思う人はなかなかの通ですね。実はこれプロトアイオリス式という、まあこういうあの、まあ、日本でもほらね、法隆寺の時代になんかこうね、あのぷっくら膨れた柱とかコリント式とかいろいろ習いましたよね。その時代時代によっていわゆるブームがありますね。建物にもいろいろな様式があって、ちょうどこの頃ギリシャの影響を受けてよく使われていたような形、そのねものが、まあちょっとビジターセンター作ろうと思って発掘したらボロッと出てきたというわけなんですね。でこれを、まあ、いくつかの形で写真で載っています。はい、ざっと見てみましょう、ね。大きさもねいろいろ出てるみたいで、この右に見えるのはこれは中塔の上です。後で出てきますね。はい、こんなのがいくらでも出てくるんですね。はい、で次のはですね、次のはね、これ今コイン持ってるんですけども、これは、ね、イスラエルのゴシェケル、効果。このゴシェケル効果はこの模様を、このモチーフにして、この効果作られてるんですね。まあ刻印が、まあ、されてるんですね。はい、ということで、こんなふうに先ほど見たその中塔のね上の部分のもう一つ上に飾りがあるような、まあ、こういうものが、普通に出てくる。ですからこの建物もしかしたらエレミア見たかもしれないんです。エレミアこの近く歩いたことあるかもしれないんですね。そんな私たちはこのことをですね、今ですね、まあ、こんな形で知ることができるっていうのは、まあ、これはですね、今私たち、まあ聖書ってね、昔の本でというかもしれませんけども、こういうふうに確かめることができるっていうのは、すごい時代に生かされてるんだなということを、まあ、覚えていたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、一つ目は時代を超えて私たちに語っています。今でも聖書を確かめることができます。二つ目、神様の思いを知る、主の思いを知るということですね。この聖書を通して私たちは神様がどんな方で何を思ってるかというのが時代を超えて知ることができます。まあ、特にこのエレミア書ですね、長いんですけどね、先ほど言われましたように、まあ、今さっきはちょっとかなり西谷純風、ね、ひねくれじゃないんですけども、ね、もう彼の、ユニークさが非常に出てましたね。で、あれだけ聞いたらね、なんか神様なんか、笑うだけか見てるものかもしれませんが、それ以外にもね、本当に詩的なものから、すごく深刻なものからいろいろなこの表現で、まあ、文学としてもものすごくこのエレミア書っていうのは、深いんですけどね、まあ、それ今日は一つ一つちょっと見ることできません、その中で神様がどう思ってるかということをエレミアを通して語ってます。その言葉をちょっとピックアップしてみたいと思いますね。これは先ほどバイブルプロジェクトと言いましたが、その最後の方でまとめですみたいに出てきた25章なんですけど、読みます。2節、預言者エレミアはそれをユダの民全体とエルサレムの全住民に語り、こう言った。ユダの王アモンの子ヨシアの第13年から今日まで、この23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかったと書いてます。一番最初に、ヨシアの時代の第13年から私は預言者として活動し始めましたって書いてるんですね。そのことを振り返ってるんです。で今23年間で書いてますね。全部で40年間働きましたから、まあ、ほぼ半分を過ぎたぐらいの時に人々に言ったんですよ。ここまでね、散々神様から言葉いただいて散々皆さんに語ってきたけども本当に聞かないねって。23年間同じことを語って聞かないっていう人たちね。まあこれはね、私たちも予想はつきます。この中にはもう
20年以上クリスチャンである人はいくらでもいますね。もう前から話していること同じですけれども、全く耳を貸そうとしない人いくらでもいます。その時に4節、また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび使わされたのに、あなた方は聞かず聞こうと耳も傾けもしなかったというふうに書いてますね。預言者たちを多く使わしたのに、クリスチャンたちを多く使わしたのに、なかなか聞いてくれないな、今そういうふうに思ってらっしゃるのかもしれません。主はこのように言われました。主は言われた。さあ、それぞれ悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地に、いつまでも常しえに住め。他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって、私の怒りを引き起こしてはならない。そのようにすれば、私もあなた方に災いを下さない。しかし、あなた方は私に聞き従わなかった、主の言葉。そしてあなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた、と書いてます。神様は、帰って来いと、私たちと共に先祖たちに与えた土地で住もうじゃないかと言ってるんですけども、拒み続けるんですね。これずっとそうするんですけども、神様の怒りを引き起こしてしまったのが人間だというんですね。先ほどのですね、時代を超えてるのありましたけどもね、もう一つちょっとね、なかなか私には興味深いね。これ私に興味深くても、私には興味深くないという人が、多数いるので、ちょっと心痛いんですけどね。まあでも、こういう時しか、私は話しませんのでね。出たらまたかと。ね。はい。これはですね、3年前です。ね。まあ、3年前って言いますけど、皆さんね。こういうものっていうのは、大体、教科書に載るのは、これが本当だったとして、これから新しいことが分かって、教科書に載るのはね、大体10年後です。10年後です。これから、これは新聞記事なんですけど、新聞記事というのは学会ではそんなに役に立ちません。いわゆる、その専門家たちが論文にして、そしてその論文を多くの人が読んで精査して、これは確かにそうだなと、今までの意見と違うな、新しい事実だなと思ったら、教科書が変わっていくんですね。教科書からの一番最後です。で、これ何かと言いますとね、あるところで陶器の破片が見つかりました、ね、見つかったのは50年ぐらい前、もっと前だ、57年前、ね、見つかったんですけど、それはですね、遺跡から見つかりましたから、こういうものは捨てません。で、全部ね、博物館に整理して、どこで出てきたかって全部記録して、番号とかつけて、そして保管するわけですね。で、50年間、ね、ずっとお蔵入りでした。ところが、最近のこの3年前、記録しておこうということで、取り出して、そして、写真を撮ったらね、写真と言いましても、その、いわゆる最先端の、まあ、赤外線使ったのかな、放射線使ったのかな、ちょっと変えてませんでしたけども、最先端の方法で、この陶器を、陶片を写すとですね、字が現れたんです。字が現れた。これ3枚とも実は同じもんなんです。写し方が違うだけ。3つ目が文字。ね。はい。左も右も同じものです。左側が、まあ、見た目と思いますね。見た目、字が書いてなんか見えない。そりゃそうでしょう。なんだって、2600年前ですから。透過すると、こういうふうに取ると字が見えて、この字がね、読めたんです。この字がですね、古代ヘブライ語。で、この古代ヘブライ語で何が書いてあったかと言いますとね、ハナンヤフという人からの手紙でした。相手がわかります。エリアシブ。これエリアシブってね、聖書に出てくるんです。って言ってもね、
すいません、嘘です。聖書には名前が出てくるだけで同姓同名いっぱいいました。普通の名前なんですね。佐藤さん、田中さん、同じ名前、普通の名前。聖書の中に6人エリアシブで出てくるんですけども、そのうちの誰とも関係ないです。でもエリアシブという人にハナンヤフという人がオリーブ油ちょうだいとか、ブドウ酒分けてとか、そういうね手紙が書いてあったんです。ところがこのエリアシブというのは、実は軍隊のいわゆるね補給係なんですよ。で補給係にえらい慣れ慣れしくハナンヤフという人が友よとかね、愛する者よとかね、えらい慣れ慣れしく書いてたっていうのが分かったんですけども、実はこれ書いてたのがね陶器の裏側だったんです。裏側でね、ここには書いてないだろう、もう全く何の痕跡もないようなというように見えたのに、裏向けてもしかと思ってパッと写してみたら文字が出てきたということで、これは大発見やみたいな感じで、まあ一躍また有名になったんですけども、はい、学者たちはねこういうのを見て何を皆さん学ぶと思いますか。別にね聖書の言葉でもないんです。祈りでもないんです。普通のメモ書き、普通の手紙なんです。で学者たちはこう考えるんですね。皆さん、この第一神殿の時代、ね、今から2600年前、多くの人はね聖書みたいにこの神様の言葉とかね、特別なこの位の人、高いランクの人、祭司長とかね、そういう筆記者とか、そういう人だは文字を書いたり読んだりしたけど、一般大衆はねそんな文字なんか使ってないわとっていう学者はいっぱいいるんです。特権階級だけだとか、一部の人だけのものだっていうふうに考えられたんですけど、でもねこういうものが発見されることによって、いや一般大衆はですよ、普通の人がちょっとお願いしますみたいな、そんなのをメモ書きのような感じで残ってるということは、これは一般の人も読み書きができた、普通に読み書きしてたんだということが明らかになるじゃないですか。こんなふうに学者たちは見るんですね。以前は旧約聖書なんてね、こんな今から3500年前に文字なんて持ってるわけないじゃないかって言われた時代なんかありました。けど今そんなこと言う人はいません。なぜかというと、その時代に聖書だけじゃなくて、それ以外のいわゆる文字がたくさん発掘されてきたからなんですよ。さあ、これが見つかったのは、実はアラッドという遺跡です。テルアラッドというね、まあ、小高い丘みたいになってるんですけども、ちょっと待ってね、はい、はい、この辺がねエルサレムです。エルサレムからずっと南に下ったところに平原になってましてね、テルアラッド、ここで見つかったんですが、この子で見つかったのはこれだけじゃないんですね。ちょっと関係があるので、皆さんにね、アラッドに旅してもらいます。ですか。はい、じゃあ行きますよ。車に乗ってます、ね、今テルアラッドに近づいてます。小高く見えるのがテルアラッドなんですけども、ここはですね、まあ、いわゆる、アラッド平原みたいなところで、そして小高くね盛り上がってるでしょ。あそこに遺跡があるんですね。近づいていきました。あ、これはね2004年に行きましたね。はい、丘の上に明らかに人工物ありますね。人間が作ったものです。あそこに今から行くんですけど、実はこの一番上は上の町、上の町と書いてあって、上の方に町があって、下の方にも町があります。これはこの時代はね、もうすでにもう人が住んでました。これよりも、1400年ぐらい前からこれよりもねもう人が住んでました。ですからイスラエルの人が最初に作った町ではありません。いわゆるカナン人という人たちが作った町なんですけども、はい、このねビジターセンターから行きまして、ちょっとこれ消えます、これ消えます、寝るかもしれないんですけど、
まあ寝てもいいです。あ、これ消えないの、これお消ししてましたです。いや、これなんですけど、まあいいです。はい、次いきます。はい、いきます。はい、下の町に行きました。下の町ではですね、門がありますでね、城壁に囲まれてます。で、これはね、下の町の聖なる域です。必ずいわゆる宗教的な施設があります、こういう町にはね。これはですね、異教の戦隊層みたいなの、ね、清める場所、こんな感じですね。これ異教の祭壇、オルターって祭壇です。今さっき見えたのが奥に見えますね。で、下の町はこんな感じなんですね。で、そこにはですね、古い真ん中あたりになんか井戸みたいに見えますね。はい、これはそのもう今から4000年前からこの町ができた時からある、いわゆるまあ井戸です。井戸と同時に貯水槽みたいな、こんな感じ。あれ司会された今井さんです、これ。え、俺行ったのか。ね、行ったんですけどね、もう15年も前だから分からん。20年前に行ったことあったんで、実はね。はい、はい、こんなとこ、まあ、あの大きさが分かるかなと思って言いましたね。はい、まあ、これいいです。もうこれ今の説明です、ね、あの井戸ですね。で、これからね、どんどん上の町に上がっていきます。上の町に上がるとちょっと時間がないので、ね、どんどん行きます。はい、どんどん上がっていって、どんどん上がっていって、どんどん上へ、これは上の町のいわゆる門から中に入ります。上から見たらこんな感じ。はい。はい。これ、上から見た下の町。上から見た下の町。今行ったらね、かなり整備されてます。もうね、もう20年も経ってるから。上から見た下の町、手前に見えるのが上の町の建物の跡なんですけど、次から、はい、上の町にはですね、中心の施設がありました。なぜかというと宗教施設なんです。宗教施設ね。で、これ今見てるのが宗教施設の全体像なんです。近づいたらこんな感じです。一番左側がですね、実はこれは至聖所と言われる一番清いところ。一番右にちょっとこう台みたいに見ます。これが祭壇です。今から大きくします。はい、これがまず、入り口です。ね、この全体がイスラエル時代の神殿です。イスラエル時代というのはこの時代のね、ちょっと前です。この時代の前、この時代の前ぐらいから、この建物がですね、整備されていたということがわかります。そして右に祭壇が見えます。祭壇です。祭壇を説明されてあって、実際に祭壇に生贄が下げられてます、ね、これで必ずこういうことする人がいます。ヤモリさんが今ほふろうと、ニコニコしてほふろうとしてます。こんな風にして動物をここでほふります。ほふって血を捧げるんですけども、これがですね祭壇なんです。一番奥に見えるのが祭壇なんですけども、この祭壇に近づきますとね、こんな風になってます。手前の石の四角い大きなハンコみたいなのが、これが甲壇です。甲の壇、奥に見える石の2つが、これがね、なんか本尊かな、今さっきじゃないけどご本尊みたいな感じですよ。なんとこれはですね、イスラエルの神殿なんです。イスラエルね、まことの神様って、手で作ったものじゃないって、エルサレムに神殿があるのにね、ここにはこんな神殿があった。そして特徴的なのは、ここを主の家と呼ばれたんです。主の家っていうのがはっきり出てきたんです。
主の家っていうのが出てきたのはここと、あとエルサレムにはイスラエルにはないんです。エジプトに一箇所ね、主の家って書いてるエルサレムのイスラエルの神殿が出てきたんですけども、イスラエルの中ではここだけ実際に主の家と呼ばれていたものが発見されました。発見された50年前はこんな感じだった。講壇が横に倒れてるんです、ね、さあ何言いたいかと言いますとね、これはあの博物館に、このモデルをね復元して作ってるんですけども、この左と右に講壇があるんですけども、その上から見たね図が、写真が上なんですよ。でこのところでは甲が高れであると言いましたけども、この甲をですねまた最新の分析法で分析つい最近したんですって。そしたらね、何を捧げていたかっていうのが分かるそうなんですよ。何を捧げてたかというとね、乳香なんです。で乳香というのは乳の香りと書きますね。まさにねドンピシャ、聖書が言ってる通りです。乳香を捧げてました。イエス様も乳香を捧げられましたよね。いわゆる礼拝の時にイスラエル人たちはよく乳香を使います。ところがそれだけじゃなくて大麻が使われたんです。大麻、伊勢谷友介さんね、大麻です。大麻が明らかに使われていたっていうのが分かって、これねちょっとイスラエルの人びっくりしたんです。なぜかというと、この他の中東諸国では大麻というのは普通に使われています。これはもちろんね、あの幻覚作用とかね、ちょっと神様を礼拝するときにちょっと恍惚状態みたいな、そんなときによく使うんですよ。あ、日本の神道でも使いますよ大麻は。でもイスラエルでね大麻使ってるっていう記録はもちろん聖書にないけど、実際に見つかったのはここが初めてなんですよ。ということで、イスラエル、ユダヤ人がイスラエルのエルサレム以外のところに神殿を持って、で実はこれも聖書のところにね、先ほどちょっとちらっと振られたと思いますけども、神様をないがしろにして間違った神様を拝んで、そして、神殿をねあちこち作ったって書いてるんです。書いてるんですけども、実際に出てきたのはここだけなんですよ。でここを見たら、あ、こんなことしてたんだっていうのが、実は今私たちはね時代を超えて分かるんです。そしてなんとこんな大麻まで、炊いてたんだってことが分かったときに、ちょっとね幻滅というかね、エレミア書を見ますとね、ものすごい神様の怒りとか叱責とか出てくるんです。でもこれはあの決してね誇張じゃないです。まだ決して神様がなんかいじめてるんじゃなくてね、本当にこのイスラエルの人たちは神様をおっしゃられていながら、聖書を持ちながら、預言者がいながらね、神様から本当に離れていったという様子が実は見ることができるんですね。次の聖書の言葉にこんなのがあります。下の5節を見ますとね、バールのために自分の子供たちを全焼の捧げ物として火で焼くため、バールの高きところを築いたって書いてますけど、まさに自分の子供を捧げるようなことをイスラエルの人たちはしてたんです。神様が裁くという時ね、そのやっぱりね理由あります。この世界を滅ぼすとか、このイスラエルやユダヤを滅ぼす時ね、やっぱりまあ私たちがね、いやそこまでやるとかわいそうじゃないですかっていうレベルを超えてる場合が多いなということがここでわかるんじゃないでしょうか。ところがこれも先ほど言われましたからちょっと飛ばしますけども、神様は最終的にはこのエルサレムの崩壊を予言しますが、その直後にこのように言われました。この地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕えると書いてあって、バビロンの国に滅ぼされてユダヤはなくなりますけれども、70年経ったらもう一回ね帰ってくるということですよ。まだ滅びる前にあらかじめ語ってたんですね。ですから神様は滅ぼすのが目的じゃなくて、悔い改めてほしいというのが目的でした。70年後に約束通りに実は
ユダヤの人たちは帰ってくるんですね。はい、電気つけていいです。ありがとうございます。はい、主の思いを語る。さあ、3番目で最後のポイントですね。あなたに語られています。神様はこの聖書を通して私たち自身に語っておられます。実はこのエレミアという人はよくですね、モーセとね、比較されるんですよ。モーセとセット、特にユダヤ人たち大好きなんです。このモーセとセットして語られる。なぜかと言いますと、ざっと言いますね、活動期間が40年間で一緒なんです。自分の部族からモーセはコラ部族からですね、もう裏切られたりですね、すごく反旗翻されますね。このエレミアもアナトテの町の人から殺されそうになります。メッセージを誰も聞いてくれない、モーセは特に最初自分のメッセージを自分の民は受けてくれなかったんですね。モーセは生まれた時に川に投げ込まれました。この子はもう育てていくことはできないってことでね、足のカゴに入れて流されました。次回出てきます。エレミアはこの穴の中に迫害されて、そして、投げ込まれましたけれども、奴隷によって救われたというのがありましてね。まあモーセとエレミアがよく似た者同士だということか言われるんですけども、実はこれはですね、ユダヤ人は特にこのこと言うんですけどね、私たちこの新約聖書を知ってる人、このイエス様を知ってる人はまだ捉え方がちょっと違います。なぜかというと、神様は新命記の18章で、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こすと言いました。あなたって誰かって、モーセのことなんです。これはモーセに言われたんです。モーセよ、お前のような預言者を後の時に起こして、そして救い主としてメシアとしてこの世界に使わすんだということを神様が予告してくださったんですね。そのこの予告から1500年、予告したのはね、もっと前ですね。はるかにこのエレミアの時代を超えて、この1500年経ってからこの世界にモーセのような一人の預言者が来られました。これがイエス・キリストです。ですから先ほど、西谷さんが見てくれましたが、もう一回14節だけ見ます。人の子は人々誰、人々は人の子誰と言ってますかって言った時に、彼ら言いました、バプテスマのヨハネだという人たちもいるし、エリアだという人もいるし、また他の人はエレミアという人もいるし、どう預言者の一人、この預言者の一人っていうのがね、あなたのような預言者、ね、モーセのような人という意味も含まれます。ですからまさにイエスという方は、エレミアのような、モーセのような、神様が約束してくださった救い主なんです。時間となりましたのでもう終わりますけど、最後に一つエレミアの言葉を言って終わりたいと思います。エレミア書の20章の9節、私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません。もうできません。人々からあざけられ、罵られ、いじめられね、もう私は述べ伝えたくない、もう嫌だって思っても、神様の言葉を味わうときに彼は黙っておれないんです。心の中で燃え盛る火のようになってね、神様の思いを伝えざるを得ないっていうのが実はエレミアの心の思いだったんですね。神様はそのような思いで今この救い主について知ってもらうように、自分の将来について、命について考えるように考えて語っておられます。ぜひともですね、引き続きこの聖書のメッセージに耳を傾けていただけたらと思います。以上にしたいと思います。